ティー・ベインは、ノルウェーのオスロ市内を走る、地下鉄の名称。2017年現在5つの路線がある。鉄道路線としては1898年に、郊外鉄道として開通し、最初の近く間は1928年に、マイルシュトゥン駅から、国立劇場駅までの 1.6km の区間が、トラム路線として完成。 1966年にオスロ市東部郊外と中心部を結ぶ路線が建設された地下鉄、定番値として近郊鉄道として運行されていた区間が統合され運行が開始された。中心地の一部以外はほぼ地上を走っており新たに整備された地下鉄というよりは近郊各駅電車といった方が正しい。路線名ごとの路線図 T ベインにはオスロ中心部に セントラムと呼ばれるジャーンバナトルゴット、ストーティングエート、ナショナルシアトレットの3駅があり、それを中心に5つの路線が走っている。建設された当時に、個別の路線名が付けられたが、運行系統としては、路線名ではなく、路線1、路線2といったように単純に番号が割り振られている。新路線が完成するたびに運行系統が変わってきた。 テーバーネットして新たに建設された区間は、フェルスタナレン区間の他は2.3号線の西部区間、4.5号線の北西部区間、2003年に開通したリング場面などに限られ、その他はすでに1966年以前に完成していた鉄道路線を走っている。各路線の詳細は以下の通り、 すべての路線で共通して、戦術のセントラム区間のあるマイルシュトゥン、ナショナルシアトレット、ストーティングエート、ジャーン・バナトルゴット、グルーンランド、とイアンのフェルスタ・ナレンと呼ばれる6駅の近く間に停車する。また、早朝や深夜を除き、15分刻みで運行する。5号線は一度環状運転を行ってから郊外へ出る運行形態となっている。2016年現在、 白い外見の2007年に導入された新型車両の OSMX3000 の運行となっている。ありがとうございます。